韓国のムン自衛員大統領は27日、金山女厚生取引委員長と本庄白中小ベンチャー企業部長官に対し、自営業者のための支援対策を指し示した。キム・イ・ギョム大統領府報道官は同日午後、ブリーフィングを開き、ムン大統領は二人に対し、対策は現場で体感しなければならず、 また実質的な手助けとならなければいけないと話し、スピード感を持って進行するよう指し示したとし、このように明かした。金報道官の説明によると、文大統領は金厚生取引委員長に対し、コンビニエンスストアの過密解消のための業界の自立協約を厚生取引委員会が裏付けしてほしいとし、 その評価を現場のコンビニ加盟店オーナーらが肌で感じることができるよう対策を設けるようにと要請した。